はい、どうもです。いやー、今回はね、やっぱ今の流行りのアニメって言ったらこれだよな。呪術廻戦。やっぱこれ僕ね、なかなかね、本当に見ようと思って勉強したいと思ってなかなか触れる機会なかったんですよ。やっぱ人気アニメじゃないですか。めちゃくちゃ今ね、こうなんかバトルが派手でみたいな。僕昔はね、本当に鬼滅の刃ってアニメがあってね、スペル炭治郎、鬼滅アディベンゼルとか炭治郎ファイトとかっていうね、ちょっとゲームで学ぶっていう考えがありまして、今度こちら呪術廻戦ファイト、これでやっぱね学んでいこうと。一応僕も知ってるんですよ。あ、なんかあの五条悟とかね、領域展開とかすごいかっこいいじゃないですか。やっぱりそういうかっこいいアニメは僕も実況に取り入れていきたいし、ちゃんとトレンドは追いたい、勉強をしたいんで今回ねやってきます。さあ、呪術廻戦ファイト、まあ名前はね、呪術で廻戦してファイトと、まあ至ってシンプルですよ。で、一応ね、説明しましょうか。このゲームについて、呪術廻戦ファイト五条悟と虎杖悠仁、呪術廻戦格闘ゲーム。はい、あれ、呪術廻戦って呪いって感じじゃなかったっけ。これ呪術ってこと。これあのグレイシー呪術とか、結構僕ね、ライジンとか格闘技好きなんですけど、あの盆栽呪術とかね、腕ひしぎ十字固めとか、チョークスリーパーとかっていう、普通に格闘技を海でやる回戦ファイトなのかな。で、五条悟、これ知ってますよ。五条先生ってやつですよね。すごい強いんですよ、確かね、噂だと。で、虎杖悠仁、呪術廻戦ゲームみたいな。あれ、虎杖悠仁ってこういう感じだっけ。あれ、板垣退助みたいな、なんかもうちょっと難しい感じ、読みにくい感じの気がしたんですけど、いいのかな、これで。はい、で、一応ね、ジャンルがアクションと格闘家。やっぱ格闘家なのかな。あれ、そういうアニメか。僕もね、ほんとまた全く分かんない、噂で聞くぐらいなんで、ほんと領域展開しか知らないんだけど、格闘家の話なんだ。じゃあ、あの初めの一歩とか、ああいう感じかな、ボクシングみたいな。まあ呪術ってあるから、グラップルすんのかな。腕ひしぎ十字固め、チョークスリーパー、ギロチンチョークとかね、アキレス固めとか、マンジ固めみたいな感じで。なるほど、普通にじゃグラップルで掴んで一本取るゲームみたいな感じかな。で、回戦だから、海の上、なんか呪術を海の上でするゲームか。あー、これ勉強になるね、やっぱりね。これは僕非常に今回ちょっと楽しみです。じゃあ今回、しっかり、領域ってなんだろうね。じゃあね、領域展開っていうのはそのステージとかその土俵って意味かな。そこ展開するみたいな、楽しみだわ。そうか、掴んで関節技決めるサブミッションのゲームなんだね。へえ、これ楽しみだ。さあ、やっていきましょうか。お、開幕いいね。いきなりなんかこういうストリートでなんか殴ってる感じで、やっぱそういうアニメってことだよね。要は道でこう出会って一発ぶん殴って、おいお前喧嘩売ったなみたいな、すげえバキっぽい感じっすね。なるほど。僕とかてっきりやっぱ呪いって文字があるから、でも考えればそうだよ。呪いってのはね、人を殴ってその恨みを買ってみたいな。だったらまあ納得いくわ。で、そういう恨み、妬みがこう重なっていて呪いの戦を生むみたいな。あー、わかりやすいわ。さあ、とりあえずスタートゲーム、トレーニングルームがあります。トレーニングルームあるんですね。あ、しっかりしてますね。まあ、でも BGM もなんかめちゃくちゃね、こうなんか上がってくる BGM というか、乗る感じなんでいいですね。じゃあとりあえずもうこれでいこうか。スタートゲーム。まあやっぱ俺ゲームを通してアニメを学ぶっていうテーマがありますんで、さあ、セレクト・ユア・キャラクター。おい、ザ・めちゃくちゃいるじゃん。もうザ・主人公っぽい位置に、ユージ・イタドリで、あ、この子知ってる、釘崎野原ちゃん、可愛らしいね。で、伏黒恵美、この人あれよね、あのなんか犬使うやつだっけ、なんかシガミみたいな、だよな、確かな。で、はい、東堂葵、あ、いるじゃん、五条悟、すげえ。もうこんなん一瞬でアニメ学べるじゃないですか。じゃあとりあえず、じゃあ主人公なんで、で1個一応1000ドルで、あ、これで広告見てアンロックすんだ。じゃあまあ一旦、じゃあ虎杖悠仁でいきましょうか。やっぱ主人公なんでね、本質も学びたい。で、ステージ制になっていて、じゃあレベル1お願いします。はい、あ、なるほど、思ったよりしっかりしてるというか、あ、いいですね。なんかぬるっといきますね、これね。で、横顔もいいな、虎杖悠仁の。なんか、モアイじゃないけど、こう、キリッとした顔でいいですね。さあ、普通にぶん殴る、で、ジャンプもある。で、シフトだ、あの、シフトダッシュだろと。結構、胸板がすごい出してると、これ。姿勢もいいし。さあ、目の前から来ましたね。さあ、こいつをいったん、あ、ぶん殴るんだ。エソ。絶対エソ殴ろうか、エソ。さあ、エソぶん殴って。で、あ、ガードもちゃんとある。あ、いいですね。しっかりこうしてんね。じゃあ、一旦こいつら殴って、進めようか。普通にやっぱ、ぶん殴って、解決するんですね。あ、なんかある。なんだこれ。あ、バット取った。
あ、バット取ってぶん殴るんだ。やっぱ筋肉って全部を解決するんだね。え、すげえかっこいい。めちゃくちゃいいじゃん。お、ジョーゴいる。一旦ジョーゴ倒そうか。これがなんかあれか、やっぱ悪いやつらか。なんかあの、なんか呪いを生みそうな雰囲気あるな、こいつらな。さあ、ただ、いや、みんな捨て頃なんだね。なるほどね。なんかこれ、ストリートで喧嘩売ってきて、路上の喧嘩なんかブレイキングダグミヒアルで、あ、拳銃これ。あ、あ、拳銃取った。だって結局やっぱ拳銃強いのかな。さあ、ゲトウスグル。さあ、いったゲトウスグル倒して、次は、マヒト。なんか、この辺強そうなやつらいっぱいいるな、敵として。一旦じゃあ、このマヒトもしばくか。いや、大変だな、そう考えたらな、やっぱりな。いつも思うんですよ、こういう格闘系のアニメってのは、俺はやっぱり。捨て頃じゃん。だから主人公もね、こう頑張らんと。Do you like? Do you like 呪術廻戦 fight? あ、呪術廻戦じゃなくて、呪術廻戦のゲームは好きかいっていう。まあまあまあ、一旦僕は後でいいかな。まだ評価できないかな。OK、レベルコンプリート。さあ、2面いった。結構難しいね。あ、やばいやばい。あ、やっぱ意外とでもこう、真人も2体来ても、やっぱ、主人公、虎杖悠仁、鍛えてるからね。ちょっと今負けませんよ。ちなみにこれ、まだ負けるとこれ。一旦。いた結構派手にぶん投げられてるけど、これ。ぼかされて。やっぱこの、麻痺とちょっと、2対1はずるいっしょ。さあ、これで負けると、どうなんだ。さあ、失神して、ああ、失神して、急にスパイダーマンになるんだ。あ、なかなか深いアニメだね。やっぱり、スパイダーマンのように、ね、蜘蛛の糸を伸ばして、自由自在に飛びたいって誰もが思う願いだからね。なので、そういう、ちゃんと、アメコミ要素もありますと。売れるわ。さらに売れるわ、そのアニメ。売れる要素全部あるわ。スパイダーマンじゃねえし、スパイダーファイティングだし。さ、一旦リスタート。まあまあ、本気出せばね、余裕っすよ。はい。一旦置き攻めして、一旦バット強いんだな。やっぱ、あ、そう、釘バットになってるよく見たら。さあ、一旦これで、花火。花火とじゃあ、ジョーゴを倒すわ。どこに来るんだろうな。やっぱ領域展開っていう言うのはあれかな。お前もう一歩歩いたらぶっ飛ばすぞっていう。お前今ガンつけたろっていう領域から。だったら結構わかるね。おい、睨んでんじゃねえよって。まあ、あれも、あ、普通に、あの、ガッツリ置き攻めあるね、置き攻め。お、花火強えな。これ花火強え。OK。一旦さばくわ。さあ、次、エソ。いいぞ、ぶん殴、とりあえずぶん殴っといて。あ、やばいやばい、2対1やってる。これはクロックスイーわ。なので、一旦飛んで、マシ蹴り。飛んで、マシ蹴り。やっぱ、虎杖悠仁のマシ蹴り、強えよな。回避しつつ切るもんな、こういう風には。これだよな、本質は。格闘の。待て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 。一旦、これ、ま、こうした。結構いいですね。やっぱ、こういう僕、ゲーム最近やってなかったからね。さあ、上後に。オッケー、ハイキック。めちゃくちゃガタイいいもんな。オッケー、一旦拳銃。やっぱ、編集一発よね。安定の強さ。なんだ、次やるんだ。なんか、グラセフっぽい場所だった。なんだこれ。グラセフじゃないのか、これ。すげえ世界観グラセフなんだよな。何をしてんだ、これ。いや、そうか、これで死んじゃって、そっから呪いが生まれたっていう可能性もあるな。テーマ性はあるな、これな。オンリーゴーアップ。ひどいですね。これ、オンリーアップのパクリですか。さあ、これでレベル3か。あ、バナナゲットした。バナナが1回復か。ドンキーコングみたいな。オッケー、いったバット。いったんバットで、やばいやばい。あ、先生、ここじゃなくて、いったん、先生、スグルゲットが強い。いったんハイキックで吹っ飛ばして、一旦拳銃取って、おっ、来いよ。もう困ったらこれよね。うん、困ったらこれよね。うん。この文明の力をね。で、回し蹴りと。避けつつ攻撃できる。あー、これ強えな。やっぱ、虎杖悠仁の回し蹴り強いね。さあ、結構今ので3225ドル貯まったね。だから、ステージが全部一緒なんだよな。一生同じステージでループして金貯めんのか。じゃあ、とりあえず、釘坂野原行ってみようか。かわいい。釘坂野原強いんじゃない、さすがに。もう人気あるよね。さあ、今ので、俺全部一緒のステージに見たんだけど、地味にあるんだ。10まで。じゃあレベル6からいこうかな。受け継ぎつつ。あ、かわいい。
なんかメリケン持ってるね。いや、違う、ちゃんと釘だ。釘持ってるわ。さあ、とりあえず、じゃあ、釘先止まるで。いいですね、いいですね、やっぱね。やっぱり、野原ちゃんですよ。うん。やっぱ野原ちゃんだよね、やっぱりな。うん、呪術廻戦っつったら。やっぱこういうヒロインキャラだよな。こういう、だからヒロイン、ナルトでいう、さくらちゃんみたいな、みたいなもんですから。で、やっぱもちろん武器は釘バットですよ。すごいですね。全くステージで変わってるように見えないんですが、ちゃんと変わってるっていう。何かが。うん。一種の、これも呪いかもしんない。さあ、普通にナイフ。普通にナイフ。やっぱナイフ強えんだな。普通にナイフ強えわ。別に野原ちゃんであってもなくてもナイフってやっぱ強えんだな。でもなんか若干、さっきの虎杖悠仁よりも、こうなんか、身軽というか軽い感じがするわ、動きが。だマシやっぱ強えんだよな。まあ、ちゃんと一旦これで、少し打点が増えてるんだよ。だからちゃんとキャラによってこの特性があるって。これいいですね。で、これオンラインでこれやってみたいね、これね。お、やばい。少しまあ打たれ弱いか。一旦並ぶか殴って回復して。いや、一旦拳銃でいいわ。うん。困ったら一旦、拳銃で。やっぱ拳銃って強いんだな。お。こういくるか、おい。おい。まずい。板がいい。一旦回し蹴りで距離取って。一旦ナイフでぶっ刺して。ワンキル取って。いいよ。ワンコンボ。で、回し蹴りで2回ジャンプして。2回ジャンプ、野原ちゃん強えな。殴れんの。あ、でも、虎杖悠仁のが、あれで火力あるな。若干仕留めきれない感あるな、野原ちゃん。さあ、一旦これでまた3000溜まったんで、伏黒恵行こうか。まあ、一応野原ちゃんの感じで見ると、そんなに変化ないと思うんですが、とりあえずレベル8までいったんで、レベル8行きましょう、スタート。さあ、どうだ。だから左上、段のなんかさ、この顔、だんだんなんか雑になっとらんこれ。若干これ雑になったもしかしてこれ。なあ。こんな感じだっけもうほぼ。寝癖ですけどね、これ。若干ちょっと、スグルゲトウが多いな。ゲトウスグルがちょっと多いな。若干は敵増えてきますね。あ、でも火力あるわ。野原さんより。不死後の恵み。で、一旦バッとで、角石取ればでかい。さあ、エソ、あ、エソワンパン取れないか。エソワンパン取れんか。ジョゴは？ジョゴ無理か。ワンパン欲しいんだよな。なるほどね。このアニメではこのジョゴとかエソがたくさん襲ってくるって感じか。じゃあ、こういったらみんな複数いるって感じなんだな。ジョゴなんか、あれだな。見た目嫌だな。複数いるとこれ。まあ、一旦エソからしばこうか。まあ、エソはそんな大したことじゃないの、これね。とりあえず。オッケー。ちょっと嫌だな。やっぱエソ軍団みたいな感じかな。東京リベンジャーズみたいな。さあ、一旦3000貯めたので、青い凍土で行ってみるか。多分次レベル9じゃないかな。ステージ。どれ？全くワンチャンとか出る気配になったけどね。さあ、と、ははは。なんか、結構、上半身貧相だな。下半身に比べて。なあ。なんだこのズボンのか、あの、金玉みたいな。若干金玉っぽいんですが、開幕真人5人きつ。若干やっぱ、トード動きとろいな。ちょっと動き遅いですね、走りがね。ただ、その点、打点かっていいな。パンチ感が。パワーあるわ。いやー、ちょっとエソが多いな。あ、でもちょっとこういうアニメだったらちょっと見ようかな。なんか男っぽらしくていいわ、これ。結構なんかね、呪術廻戦人気だから。こう、割と、いろんなこう、なんていうのかな。魔法じゃないけどさ、呪いとか使ってポンみたいなのあるかなと思ったけど、普通に捨て頃にやり合うんだったら、マジでバキテイストでいいわこれ。さあ一応ガードもあるんで、だからガードは使う場面ないな。やっぱ拳銃なんだよな、ね、やっぱ結局やっぱ拳銃なんだよな。最後頼るべくは拳銃ってバナナ、もうこれで、ね、やっぱ埋まるんだよな。でも多分次で一応、五条先生解放するから、五条先生はさすがに強いんじゃねえかな。だからそんな気すんだよな。さあ、一旦回し蹴りでして。ただこれ左上の顔がやっぱいいね。結構強気。圧があるわ。ちゃんと。表情に。さあ、オッケー。これで3000、また貯めたので、広告見ながら。これで一応最強キャラのはず。
悟る五条、五条先生いきますね。五条先生は僕も一応知ってますよ、やっぱ強いっていう、これは期待していいんじゃない。で五条先生でとりあえず最終面の OK、 エリア順位と思うか、お願いします。さあどうなんだろう、さあさあ普通さあこれシュールですね、が普通にくれたらこれシュールだな、さすがに。それはスイカ割りですね、このもう真ひょうの表情も。あちょっと花火が多い開幕、ちょいきなり拳銃あるやん、10面すごい。じゃあ一旦先生でまず拳銃使うか、とりあえずじゃあ五条をたどるで、とりあえずなんか強いわ、うん、なんか右ストレートがやっぱ違うわ、アニメもやっぱそうなんだろうな、原作の漫画もこれ右ストレートがやっぱ結構死神率高いね、ダメージも高いわ。あらちょっと多いな、上後がかなり多いな、やっぱり最終面だから。これボスいいのかな、10面でワンチャンなんかね、やっぱそういうなんかそう巨大なボスみたいな強敵やられてほしいんだけどね、ちょっとやっぱこう先生がうん強いというか、僕もだいぶ結構ね、この分かってきましたよ、このゲームの本質が。まず拳銃がクソ強い、敵ほぼ即死、もう結果は文明の力士最強は間違いないんだよね。あとマーシールがまあ強いで、他のまあ板取りとかねに比べて、やっぱりこの悟先生はやっぱ領域展開、領域展開どこ、あれ領域展開どこ今ね、ここまで実況して思ったけど、領域展開ってどれ今、これ空中回し切り、これ領域展開でいいのかなこれ。さあクリアして、さあうん、もう普通にクリアしましたこれ。さあこれあれっすね、これカイジのゲームっすね、これね、カイジ闇の目視録でこのゲームあったぞ、ミニゲームこれ。さあこれで10面クリアしたんですが、これは1面だな、10面まであるだけで11面の概念はないんだな、なるほど。それこれ、これが呪いかもな、もう我々が無意識にこのいろんなゲームやってきてね、得た呪いだよね。10面の次は11面があるんじゃないかっていう、常識という名の呪い、固定概念という名の呪い、いやこれ勉強になるね、やっぱりね、それが我々ここにこう救ってるんだろうな。だからこそ今この呪いを俺が払拭するわ。あと結局呪術もねえしな、呪いもなければ掴むこのグラップルもなかったし、何これ、なあ何のゲームこれ。トレーニングルーム行ってみるか、一応トレーニングルームすげえな、マジか、ちゃんとトレーニングルームあるんだな今の。ここまでちょっと技入力もあるわ、スト6みたいに、ちょっと左に出るわコマンド履歴が。ここまでやってきて一切トレーニング要素なかったんだけど、必要な感じか、必殺技も一切ないしね、うん、だちゃんとコマンド入力あるといいですね。だゆくゆくはこのゲームの競技シーンはあんだかもしれない、プロリーグも。わこれはいいですね、なるほど、本当の領域展開はこれだったのかもしれない、トレーニングホールっていうのの領域、いや深いわこのゲーム。いやーこれが今流行りの呪術廻戦ですか、なんかいいですね、やっぱなんかすげえ勉強になったわ、やっぱこう嫌なやつはぶん殴るっていう作品なんだろうな、きっとな、うん、で基本みんなぶん殴って最後は倒すみたいな、いいですね、シンプルでいいわ。このゲームの存在はこれ呪いだわ。以上です。